shaking. Will I shake off the doubt my mind's making?甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。富山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳に届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはタイガースの先発青柳が甲子園のマウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？富山さん、富山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね。球場の広さ、富山さんは気になったようです。初球ボール。打ちました。ショート取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている外。まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、タイガース先制のピンチを迎えています。まあ、やはり後手に回りたくないですからね。ここは冷静に対処したいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてバッター広角に打ち分けてきますから、特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあ、ただチャンスに強いバッターが相手ですからね。ここでのコントロールミスは許されないでしょう。気をつけていきたい。佐野が打席に入っています。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。さあ、2球目は何か。低めの変化球でカウントを稼ぎます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の大貫。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは近本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
振り。アウトロー外れます。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている糸原。大貫、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー大貫、そしてキャッチャーは戸柱。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。打ちました、ピッチャーゴロです。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番糸井。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、早くもツーアウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。初球ボール。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど。さあどう？インサイド落ちました。これはどうだ？ヒットになった。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁。4番バッター大山。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。積極的に動いてきました。いやー、これはよく走りましたよね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。2球目打ちました。ここはフライになっています。宮崎が掴んで3アウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。ベイスターズの攻撃、打順は5番ロペス。タイガース得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目、初球打ち、弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。6番バッター宮崎、まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、取りました。一塁を送ります。アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている戸柱。ツーアウトランナーありません。この回の青柳、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。アウトコース、ストレートが決まっています。高めはボール。打ちに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インサイド、打球はセンターへ。近本が掴んで3アウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。0対0、同点です。
ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには5番ボーア。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。打ちました、流しました、レフトに上がった。この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ、レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは6番サンズ大貫、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。改めてお聞きします、バッターのサンズ、どういうバッターなんでしょうか。まあ、パワーがありますから長打を警戒しなければならないバッターですね。ああ、そうですか。外は入っています。ワンボールツーストライクです。打ちました、大きな打球になった。さあどうだ、ライトオーバー、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。まず際どいコースをついてきました。2球目、これは変化球。これが3球目、これは三遊間抜ける、三塁へ送球、チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには木浪が入ります。さあ、チャンスが続きます。初球は何から入ってくるか。ボール先行、ランナー動いてくるか。さあ、3球目は何か。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット1対0タイガース、なおも三塁二塁のチャンスです。さあ、バッターボックスには先発の青柳が入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。初球から際どいコースをついてきます。これは見送ってボール。
今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。インコースの変化球見ています。高めのボール、打球はレフトへ。さあバックホームするか。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を入れています。犠牲フライによる追加点が入っています。